ずね、今日の流れなんですけれども、40分なんですが、多分50分くらいかかっちゃうと思います。1部から5部に分けました。本当にノートは必要なの？それから算数ノート基本5箇条。まあね、本に書いてあるんですけど、ちょっとやっぱ本ではね、書ききれないこともいっぱいあったので、このあたりの補足もしたいと思います。それから事前質問でもとても多かったテストの書き方について。それから、まあ、やる気があるないとかね、ノートを書きなさいと言っても書かないとかね、まあいろいろあると思うんですけど、親子関係について。そして、本当は大事なんだけど、ちょっと本には書けないよね、この話はっていう話。もうなんか、いろいろね、お話できたらと思います。では早速ね、一部です。本当にノートは必要なの？って。今ね、親御さんも、これを、まあ、読んで、ああ、確かにいるかもと思ってくださったり、いや、やっぱノートそこまでいらなくない？今パソコンとかタブレットの時代だし、と思われたり、もうお子さんはね、もうね、これですよ。書かなくても解けるし、書くのめんどくさい。書くと時間がかかる。そう思う人、挙手してください。挙手。あ、多いですね。多分これね、小学生ですね、みんなね。めんどくさいよね、書くのね。わかる。書かなければね、ノート使わなくてエコだしね。鉛筆削らなくって済むしね、そんなにね。気持ちすごいわかる。みんな言うの。書かなくても解けるからいいじゃん。もう書くのめんどくさいしって。っていうかテスト時間ないし。とかね。気持ちすっごいわかります。それからね、スネ夫の母さんですけれどもね。頭に入れば OK ざますと。なんか結構ね、いろいろ言われます。ノートじゃなくっても、裏紙とか、そのあたりの紙にちゃっと書きゃいいじゃないと。なんでわざわざノートじゃないとダメなの？そう思われる方もね、すごく多いと思います。でも、なんでノートなのかと。はい。ちょっとね、小学生には、わーというパワポかもしんないけど、噛み砕いて説明するから聞いててくださいね。この01020304というのは、この第1章のそれぞれの番号に対、あ、序章ですね。それぞれに、対応しています。あ、序章じゃなくてください。そうですね。1章ですね。はい。で、まず、思考の可視化っていうとちょっと難しいんですけど、これね、すごく多いのが、テストとか、模試とか、それからめちゃくちゃ怖いのが入試です。入試会場から出てきて、算数100点かもって出てきて、算数一科入試とかでね。で、落ちてると。テストもすごく多くないですか？みんなも多くないかな？おっしゃー、今回絶対算数満点かもとか、理科今回は90点取れたわって思ってるのに、いざ帰ってきたら、あれ？いつもより悪いとか、平均点より下だとか、あるよね。あるよね。で、どうしても、このテストとか入試では、小学生、まあこれ中高生もそうなんですけども、解き方が分かったとか、これは、あいうえの中であだって分かった時点で自分ではもう点数になったと思っちゃうんですよね。でもテストっていうのは正しく書かないとダメなんです。で、あと思ってたのに、いと書いて罰とかって結構みんなも多いと思うんだけど、お子さん多いですよね、そんなんもね。見直したら、これあだと思ってたの、俺なんでいって書いてんだよ、みたいなとかね。てか算数がすごいのが、ちゃんとこれは速さの中で鶴亀算だって見抜けたと。見抜けたのに、計算間違いしたり、こっちで6って書いてんのに、こっちに5って写してたりとか。もうね、テストっていうのは、書いたものを採点されるから、頭の中で分かってるだけじゃダメなんです。だから、頭で分かったことをきちんと書いて、答案ね、採点してくれる人に伝えなきゃいけない。だから、まず、書い方が分かったことはできたことにはなりません。正しく書くことまでやって、で、やっと解けたということになります。それからね、もうちゃんと式とか書けば、やっぱりテストの見直しの時に、どこでつまずいたかってすごい楽。テストをね、私も家庭教師なので、6年生、5年生、4年生、一緒に見直す時に、答えしか書いてなかったり、ごちゃごちゃって書いてると、だいたいテスト返ってくるの1週間後でしょ？で、間違えてるもんね。これどうやって考えたのって聞いたら、忘れた。ちょっと待ってね、先生、問題読む。って言って、また一から読んで一から考えるから、すごい時間の無駄。もったいないんだよね。
なので、必ず解き方を書いてさえくれていれば、テストが返ってきて見直すときも、あ、ここで計算間違いしてたわとか、あ、ここの式がちょっと間違ってるっていうように、すぐに見直しができる。で、テストや入試って制限時間があるから、常に時間との戦いなんです。だから、書かないと時間を無駄に使ってしまう。これがね、本当に恐ろしいことになります。まあ、6年生ね、過去問始まるとそれをね、もうひしひしと感じると思うんですけれども。それから、アウトプットの練習。アウトプットっていうのは、みんなインプットアウトプットって言うんだけど、例えば理科とか社会でも暗記、頭に入れたり覚えることをインプットって言って、それを口で言ったり書いたりすることをアウトプットって言います。これ中高生でもすっごい多いのが、例えば、社会の都道府県名とかね、英語の単語とかね、覚えたよっしゃーって、この年表も年号も全部覚えたおっしゃーって言って、いざテストで書こうと思うと書けない。口では言えるけど漢字が出てこないとかあるよね。そう、テストっていうのは書いて提出しなきゃいけないから書けないとダメなんです。さっきもね、話したけれども。だから必ず書く。それが式であったり図であったり、今中学入試の算数は答えが間違ってても式とか図とか途中まで合っていれば部分点くれる学校も増えてきてます。それを頭の中だけだと容赦なくそこは罰になります。だから必ず相手に伝わるように書かなきゃいけない。それから書くことによってね、蓄積されていく。ま、書かないとね、だ漢字もね、よくマロシリーズとかあるよね。マロっていう字がね、2種類3種類あったりするんだけど、まあ、書くことによってどんどん自分の中で意識が高まって蓄積されていくし、あとその書くっていうことが、実は今もしかすると算数はみんなの通ってる塾やテストでは、学年にもよるけどね、答えを書くだけでいいかもしれない。でもこれ中学に入ると数学でね、証明っていう分野が出てきます。証明っていうのは問題がボンってあったらあと全部白紙、全部自分で文字で説明していかなきゃいけない。で、今書かずになんとなくでやっちゃうと中学に入ってね、すごく苦労します。で、みんなどうして中学受験するかっていうと、やっぱり行きたい学校があるし、その中学高校で充実した6年間を送りたいからでしょ。多分今みたいな生活が続くのが嫌だから受験するっていう子も多いと思うんだけれども、今書くというベースを作っておかないと中学に入って本当に苦労します。今回ね、この本でいろんな方がね、感想をね、直接いっぱいくださったんですけれども、メールとかね、 LINE とかで、やっぱり中1の息子がとかね、中2の娘が今書くことによってすごい苦労してますと、小学校の時にこれを知っておけばよかったってね、書いてくださってる親御さんすごく多いです。で、ここでね、あるのが事前質問でもありました。6年生だともう遅いかしらと。いえです。6年生こそ今すぐに早急に書き方を見直してください。じゃないと過去問で本当に点が取れなくなります。今はね、あんまりちょっと直前期のカウンセリングあんまり私受けられないんですけど、やっぱり5年ぐらい前まで直前期にバタバタっとね、カウンセリングの依頼とか、どうしたらいいでしょうって相談を受けることがあって、で、そういう時に、答案用紙、過去問の点数見ると、偏差値はあるのになんでこの子30点しか算数取れてないかねと。やっぱり過去問の解き方とか書き方を知らない。で、その子の例えば授業ノート見せてって言うと、これ2パターンあります。授業ノートとか宿題ノートすごい綺麗に書けてる子。綺麗に書けてるけど、過去問とかテストってなると肩に力入っちゃって書き方がわからない。後でテストの話もするけれど。で、もう一つはもう授業ノート、宿題ノートから汚い子。汚いと、もう過去問でも、もうそもそもね、この子どうやって考えてこの問題解いてるんだろうってとこを、もう直前期いちいちね、こうやって掘り起こしてる時間がないから、6年生こそ、特に算数は簡単なんですよ、ポイントが。ね、5つ載せてるけれども、それを意識するだけで劇的に変わるから、ぜひ頑張ってください。ただしですね、実は6年生は多分頑張ったらそこそこノート術ゲットできる。でも実はね、この本に書いてるノート術結構ハイレベルなんです。で、さっきのび太が書くのが面倒くさい、
書かなくても解けるって言っていたけれども、まず一番最初、ノート術に行くまでに大切なのは、書くということをすることですよね。書く。書く。テストの時しか書かない、宿題に答えしか書かないっていう子が、実は受験生の半分です。それぐらいみんな書かない。でも、書かなきゃダメなんです。だから最初は、もうノートじゃなくてもいい。テストで、ちょろちょろちょろって、もうなんか、殴り書きでもいい。まず書くということを第一段階として超えてほしいです。何でもかんでもね、頭でやろうとすること言いますよね。頭でやってもいいんですよ。算数飛び級で算数オリンピック金賞取ってる子は。そうじゃなければ書きましょう。で、書かなくても E 認定される子はおそらく日本中の全学年の中で10人もいないはずです。だから、ほぼ全員が書かないとダメです。それから次にノートが出てきます。どうして裏紙じゃなくてノートじゃないとダメなのとなった時に、たまにいるんですよね。一冊のノートに国語算数理科社会全部同居してる子とかね。それから宿題ノートと平常授業と夏期講習全部ごちゃごちゃになってる子。もう何が何だかわからない。で、私は家庭教師なので、まあ、指導先でね、ノートをすごいたくさん用意してもらうんですけど、この本の82、83ページで、算数の基本7分野っていう表が載ってます。で、もう5年生からは、私との授業では、ノートを最低授業で7冊用意してもらいます。数の性質用のノート。人割合用のノート。速さ用のノートっていうよね。なので、私と授業するときは、今回が例えば旅人山だったら、はい、速さのノート持ってきてって言うと、私のね、教え子たちは、速さのノートを持ってきて、それを開いて勉強を始めます。だから、速さって、この問題出てとくんだったっけっていうときに、そのノートに全部速さばっかり書いてあるから、すぐわかるんだよね。なので、まず科目でノートを分けるってことは絶対必要だし、まあね、算数でもね、あらゆるノートを7つに分けるって結構ご家庭ではハードル高いと思うので、まあそれはね、ここで間違いノート、苦手分野に関しては7分野に分けてくださいってお話ししたんですけど、できれば分ける方がいい。例えば、選挙の問題。選挙の問題。よくあるよね。まあ、4年生とか5年生までやってないかな。クラスで38人立候補して2人選びますと。ね。2人選ぶときに何通りありますかみたいな問題のときにね。じゃあ何通りじゃないわ。この A さんが投票と当選するために何票取ればいいですかっていう問題があったりするんだけれども、その問題を聞いたときに、その問題って速さじゃないよね。平面図形じゃないよね。その時にすぐに場合の数のノートに手が出るかどうか。これは場合の数だと。場合の数でああいう風に解いたなっていうように頭で引き出しを作るってすごい大事なんです。特にこれはね、算数もだけど、社会。社会は時代ごととか人ごととか、それから文化とかね、いろいろあるけれども、社会はめちゃくちゃ引き出し大事です。でも、まあ、社会はね、今回中学受験は、まあ、解き直しながら、まあ、覚えていこうっていうことだったけど、まあ、社会で引き出しが必要なのはね、中学、高校以降よりなってくるんですが、中学受験一番大変なのはやっぱり算数なので、算数は引き出しを作ってほしい。でも、その前に、科目別のノート、授業と宿題のノート、そうやってね、ノートで分けるということが、まず引き出し作りの第一歩です。で、その次に、見てわかる、頭に入りやすいノートを作る。だから第2弾のところは、まあ、この本でもね、述べてはいるけれども、科目別にね、色を分けましょうとか、タイトルちゃんと書きましょうとか、頭に入りやすいノートのノウハウが各科目、これにね、いろいろ載ってます。なので、まあ、6年生でももし、全く未だに書かないっていう子がいたら、いきなりノート術はちょっと難しいかもです。まずは書くということ。そして、基本5箇条算数言っているけど、その中の一つだけでもできるようにすること。一個ずつね、階段上がっていってほしいなと思います。で、じゃあね、裏紙じゃなくてどうしてノートっていう時なんだけれども、まあやっぱり、家で宿題やるときに、授業ノート見ないとわかんないよね。先生これどうやってやってたっけみたいな。絶対これは必要ですよね。それから、テストの前日の夜、勉強するときに理科とか社会、別にもちろんコアプラスとかね、メモリチェック見ててもいいのよ。それでもいいんだけど、
でも算数とか国語の、まあ、その物語文だったり説明文のポイントとかそういったものってノートに載ってるよね。それからテストの直前。やっぱり私の教え子たちもテストの時に自分は割合と速さが弱いからといって割合と速さの私と一緒にやった授業ノートを持っていきます。そういうふうにテストとテストの合間に見られるもの。それは裏紙じゃ無理だよね。やっぱりそれはね、ノートなんです。で、まあ、これはね、ちょっとこのハードル高すぎるのでノート術の本には書かなかったんですけど、家に帰って、塾が終わってね、勉強するときに、本当は授業のポイントを自分でまとめ直すと最強なのよね。これ結構東大生がやってるノウハウなんですけれども、あと中高生とかもね。ただ、そこ結構時間がかかるのよね。時間がかかるから、テキストに塾の先生が言ってたポイントを新たに書き加えるだけでも大丈夫です。それはこのノート術の理科の項にもね、捨てて載っているけれども、まあ自分オリジナルのテキストにするっていうことでね、下にちょろちょろって書きました。プリント教材はやりっぱなしになりがち。プリント教材、マサピックスとかグノーブルっていうところがプリント教材なんだけれども、マンスリー前はね、見直しますわ、みんな。その該当のところを持ってきて、ざーっと見るけど、それが終わったらもう、おそらく二度と見ない。でも、そのプリントに大事なことやっぱりいっぱい書いてあるんだよね。だから本当はノートの方がすぐに手が出て、ああ、速さの鶴亀算ってこうやって解くんだったってすぐ見られるようになる。だからね、やっぱりノートがね、一番便利なんです。ちょっとね、ここはハードル高いけれども、できたら宿題をね、する前に、宿題ノートでもいいや。自分のね、授業ノートでもいいけど、もう一回自分の言葉でポイントをまとめ直すと、一気に宿題やる時間短くなります。さあ次ね、算数のノート基本5箇条について。まあこれね、本にも載せてます。1から5。で、これね、いきなりね、5つは無理なんです。で、どれから取り掛かるかっての、これはね、お子さんによるんですよね。で、一番簡単なのは3番です。左上から書く。みんな左上から書いてますか？左上から書いてますか？書いてるよね、きっとね。みんなだったらね、ありがとう、ありがとう。みんな手を挙げてくれるね。左上から書いてるよね。ありがとう、ありがとう。で、1番から見ていきたいんですが、このね、読みやすく書くっていうのは、字が上手い下手は一切関係ないです。で、このノート術ね、これ本でしょ？本だから、OK ノートは字がものすごい綺麗なこのノートを載せてます。ぶっちゃけで言うと。で、やっぱ本とリアルってちょっと違うところがあるのよね。誰が見ても納得いくノートが作れてる子っておそらくほとんどいません。ですから、OK ラインは子供によります。みんなによる。例えばね、ね、完璧は絶対求めちゃダメですよ、と。これ、この本で NG 例で出しました。このページ。何ページだったかな？01のところかな？でね、実はこれ裏話。裏話。最初、このノート OK ページに載せてたんです。だって、このノート完璧よ、この子。ちゃんとタイトル書いてるし、1行ずつ開けて見やすくやってるし、筆算こっちに書いてるし、答えってわかるようにしてるし、分数2行使って書いてるし、これはね、OK ノートなんです。でも、算数で結構多い、このね、分母からイコールが生えてる問題。このノートが手元にいいのがなくって、で、このノートの子に、ごめん、これ OK に載せるつもりだったけど、ここの部分で NG に載せていい？ってお願いして NG に急遽移行しました。だから、この子本当は OK なんです。ただこのね、みんなにちゃんと分数は横にね、かけるとか分数のこの棒とかね、イコールとか、全部横一列にしてよっていうことを伝えたいがためにこの子は NG ノートになっちゃったけど、このノートは私の中で OK です。ただ、こうやって書いたら消しゴム使って書き直させますけどね。これは宿題ノートだから自分でこうやってやっちゃったけど、隣でこうやって書いたら、分母からイコール生えてるよって言って書き直してもらいます。このノートみんなどう思うかな？これ OK だと思う人挙手してください。OK だと思う人。ほう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 。なるほど、なるほど。
ありがとうございます。ありがとう。じゃあ、このノートダメでしょって思う人、挙手してください。このノートダメでしょって思う人。おー、ダメという人の方が OK の倍以上いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ダメだーと手を挙げたのは親御さんかな。これ私の中でそこそこ OK です。って思われるかもしれないですよね。じゃあこれどこが皆さん NG ですかね。この子ね、ものすごい性格雑な女の子だったんですよ。もう今高校生なんですけれども、最初ひどかったノートが。消しゴム使わないしね。でも、一応問題番号を書いて、まあ、左上ってちょっとスペースあるけど、こんなもんはね、許容範囲です。で、ちゃんとイコールもそれなりに揃ってるし、ちゃんとここね、まあ、これちょっと後でもう一回このノート出てきますけど、ちゃんと消しゴム使って書き直してるし、で、罰は罰してるし、で、自分で計算ミスだっていうことを気づいて見直してるし、本当はね、カッコ読んでこっちに解き直しをしろっていつも言うんだけど、この子やらなかったんですよね。でも、この子にしては私はかなり機能とか綺麗になったなと思って、この子はもうこのままでいきました。これは私にとっての OK ノートです。これ皆さんどう思います ?OK か NG か。これ OK だと思う人。少ない。少ない。はい、これ NG だと思う人。なるほど。おー、NG めちゃくちゃ多いですね。お、NG 多い。ありがとうございます。これは私の中で OK ノートです。線引いてないけど、本にも書きましたけどね、別にね、必ずしも線引く必要ないんですよ。式と計算が分かれていればいいんですよ。で、おそらくこれを NG と思われた方は字が雑だと思われたと思うんですね。で、ここでさっきお伝えした字が上手か下手かは関係ない。だって子供によって筆跡違いますもん。めちゃくちゃ字の汚い子もいれば、すごい字の綺麗な子もいる。だから、字が上手か下手かじゃない。そういう意味でこのノートには綺麗な筆跡の子しか載せてないんですけどもね。本だからね。この子も最初めちゃくちゃ字汚かったんですよ。でも、もう見違えるぐらい綺麗になってるんです、このノート。この子もほんと字汚かった。この子は OK ノートです。分数ちゃんと2行使ってるし、まあまあまあ、ちょっとね、この子解き直しをね、丸2でどっかでやってるはず。別のページにやったのかな?すごいきっちり勉強する子なんですよ。ちゃんと表とかも書けてるし、まあこれ私の字ですけどね、これはね。で、解き直して青丸してるし、もうこれはこのまま GO です。OK です。これ。これも言っちゃうとこれも OK ノートです。ちゃんと問題文と式と、で、筆算はこっちでやってる。で、この子の偉いところは毎回見直して理由を書いてんですよ。食塩水を含んだから取り除いた食塩水の濃度が同じだと思ったとかね。なので、こういうノートを皆さんに見せて、これも OK ノートです。図自分で書いてますよね。でもおそらくね、親御さんはパッと見これ NG と思うと思うんですよ。なぜなら字が汚いと思っちゃうから。何度も言いますけど、筆跡じゃないです。本人が丁寧に書こうという意思があるかどうかと、ちゃんと、まあ算数で言えばとにかく式と計算を分けてるかどうか、問題番号が書かれてて、どれが答えか分かるかどうか、まあ左上からみんな書いてますけどね。なので、字が汚いから書き直しってやっちゃうと、おそらくね、永遠にノート完成しないんですよ。なんとなくね、今ずっと見せたノートで、どんな感じかと、これもね、これ OK ノートですよ。これは、ここに計算スペース書いてないけど、なぜかというと、式を1行で書いたら、計算書くスペースなくなっちゃったんですよ。で、まあ、こういう時は、こういう端のスペースにね、解くことになるんですけど、この子、わからないもの、わからないって書いてくれてるでしょ?で、答え合わせの方法、この本に書いてるんですけれども、わからないとすぐにみんな赤ペンで答えを写しちゃうんですよね。それは力つきません。で、わからなかったら、わからないって書いてほしいんですよ。わからない。そしたら、そこで、じゃあそれは捨てるか、あるいは、塾の先生に質問行くか、解説を読んでもう一回やるか。ここで、解説をすぐペンで書いてしまうから、本当にわからないのか、なんとなく分かった気になって、でも理解できてないのか、ぐちゃぐちゃになっちゃう。わからない問題はわからないでいいんです。これはね、OK ノートですよ。本当、この子も最初字汚かったんだけど、もうね、劇的に読みやすい字になってんですよ、これで。はい。これは、お
OK か NG かどっちでしょうか。はい、これ OK ノートだと思う人。お、OK だと思う人がいる。はい、ありがとうございます。これ NG だと思う人。ありがとうございます。まあ、これ NG ですね。これ NG ですね。やる気あんのかーって感じなんですけど、消しゴム使ってないし、なんですかこれ、式途中で切れてるでしょ。なんかもう、いやいや、とりあえずやりました。斜めになってる。だから、字が綺麗、汚いじゃなくって、まあ、真摯にって言うとちょっとみんなに難しいかもしれないけど、真面目にちゃんと丁寧に解こうとしてるかどうか、この見て、このやる気のなさ、これ。3通り、ぐちゃぐちゃぐちゃで4通り、これ、答え書いて青で適当に写したんだな、みたいな感じなんだけれども、まあ、これ全部やり直させましたね。なので、わかりますかね ?OK ノートと NG ノート。ボカ条はあるけれども、この辺全部 OK ですからね。この辺 OK ですからね。あの、この分母からイコール生えないでくださいね。OK。もうこれめちゃくちゃ綺麗、この子。OK。この子もすごい OK。よく頑張ってる。OK。OK。OK。NG。ちょっとね、なんとなく分かっていただけると嬉しいです。次、バランスに気をつける。まあ、バランスで、さっき分母からイコール生えてるのもダメなんですけど、このノートね、これさっきのこのなんですけど、これがね、見てください。これ本に載せたかったけど、筆跡が薄くて載せられなかったんですよ。これ、分母。1万分の695、00、もう顕微鏡で見ないとゼロが見えない、みたいな。頑張って1行に収めようと、2行で収めようとしてるけど、もうちょっとゼロ大きく書いてほしいよね。せめて線はこのぐらいのサイズ。だからバランスというより、見やすく書く。見えるように書くということ。それから数字のサイズを揃えるということ。数字のサイズを揃えるだけで劇的に見やすくなります。で、左上から書くのは必須ですね。これ。これ、一応、でもこれがね、NG ですね、これね。これすごい多くないですか?このノート、うちのこのノートだわ、僕のノートだわっていうことを挙手してみてください。やっぱなかなかいますね。いますね。そうそう。あ、最初ね、ほとんどみんなこの状態なんですよ。で、この状態から、この状態、右のページに、この子は、これ最初の授業の時だったんかな。初めて授業入った時にこんな風に書いてたから、書き方を教えたんですよね。で、まず番号揃えろと。で、同じとこから書いてってって言って。で、計算は端にやってと。ただこの子はここでちゃちゃちゃってやるから、まあ、この程度は別にいいんですけども、で、式は必ずちゃんと書けと。これね、式が途中で終わってんですよ。式が途中で終わってる子ってすごく多くって、式は最後まで書かないと式とは言いません。途中で答えが見えて途中で終わるのは罰になります。だから式は必ず最後まで書く。まあまあ、ちょっとまだこれあんま OK に入らないですけどね。うん、で、次、ここ結構難しいと思うんですよ。書きすぎず、はしょりすぎない。ここで、じゃあ、小学生のみんなに聞きたいんだけど、13たす8はいくつですか ?21 だね。これ13たす8って筆算する?これは4年生でも筆算はしてほしくないかな。次、853-276。これ筆算する人挙手してください。うん、うん、うん。あ、多い、多い。うん、うん。うん。あ、多いね、多いね。うん。ありがとう、ありがとう、ありがとう。難しいのはね、このレベルの問題。これは筆算していい子と筆算しないでっていう子がいます。これは分かれます。472×3。なので、例えば、うん、大手塾のクラス帯で言うと、上位クラスで、この2つは筆算しちゃ絶対ダメですよね。これ暗算性って言います。ただし、計算がすごい苦手でミスが多かったりとか、まだ4年生とか、あと、まあ、そうですね、6年生でも大手塾で、本当算数苦手で下の方のクラスで頑張ってる子は、このあたりは筆算しないと解けないですね。でも、どの学年であっても、上位クラスにいるんだったら、これは筆算なしで暗算でやってほしい。で、この 25×12。これも分かれます。これは計算の工夫ができるものなので、工夫できる子は3年生でも4年生でも簡単に300ってパッと出します。
12を 4×3 にして 25×4 が100だから300と。4年のテキストでだいたい出てくるんですけど、6年生でもやっぱそれできない子はいます。できない子は筆算したらいい。でも、算数が得意だったり、上位クラスにいるんだったら、このレベルは、この下の3つのレベルは暗算でやってほしい。暗算でやることによって、すごい計算力つきます。ただし、3桁かける2桁とか、そのあたりはやっぱちょっと筆算しないときついかなって感じですね。なのでさっき見せたノートなんですけど、この子ね、これ OK ノートなんだけど、これ 4.25-2.125、これ筆算してるでしょ？で、この子はね、サピックスでね、真ん中のクラス帯だったんですよね。そのクラス帯の子はこれは筆算してはいけません。だから私が一緒に見直すときに、あいそれ筆算せずに頭でやってってよく言ったりするんですけど、ただこの 2.125 かける、もう俺も 0.6、もう 0.60 どうにゃんだ。わかんない。で、これも本来はね、2.125 で筆算じゃなくて、2と8分の1かける5分の3でやれって話なんですけれども、まあ、ここはちょっと分かれるかなってとこですね。筆算するか暗算でするかっていうとこは。6年生で真ん中より上のクラスにいるんだったら、このあたりは暗算でやってほしい。4年生や5年生でも上位クラスだったらこのぐらいは暗算でやってほしい。それ以外の子はちゃんと筆算をして正確に答えを出してほしい。だから書きすぎない、端折りすぎないってバランスや塩梅がすごく難しくって、そこはもうご家庭や本人が探っていくしかないですね。時々塾の先生で絶対筆算すんなっていう先生いるんですよ。もうそれまで無視してください。筆算しないと解けない問題ありますからね。この子は、500 、500÷250 なのかな、これは。でね、すごい真面目でコツコツやる子で、こう000ってね、書いてるでしょ。本当はこれ書いちゃいけないやつですよね。240×0.15 は 24×1.5 ってやってほしいんだけど、これ5月なんです、この子のノート。で、私が教え始めたばっかりなので、まだこの時はこれでいいよというふうに5を出してます。でも、もう6年生の夏以降はこのやり方はさせませんでした。だから段階によります。どうしても親御さんってね、欲張ってあれもこれもと思っちゃうけど、一気にあれもこれもできないから、ちょっとずつちょっとずつできることを増やしていけばいいです。で、次ね、思考過程や間違いを消さない。ボールペンはね、小学生には向いてません。中学生や高校生になるとボールペンでね、トッコとかいるんですけれども、やっぱね、小学生にはちょっと難しい。ボールペン、今フリクションとかもありますけれども、やっぱり鉛筆かシャープペンシルがいいですね。で、大人がね、解いたりとか、親御さんが教えたりとか、中高生が解くときは別にね、フリクションペンでも何でもいいんですけど、小学生は今、中学受験は問題を試行錯誤するっていう時期なんです。この試行錯誤する過程がすごく大事なので、ボールペンで書いてワウワッと消すと、なんかもうぐちゃぐちゃになっちゃって、もともと何書いたかよくわからないし。間違えたんなら、それは消さずに線も引かなくてもいいから、その下に新たに解き直したらいいんですよ。で、間違えた式は絶対消さない。事前質問でもありました。やっぱり丸ばっかりのノートがいいからといって、間違えたのをね、どうしても消したがるんですっていう相談、よく受けるんですけれども、消しゴムは、鉛筆で消すんじゃなくって消しゴムを使う。でも間違えたものは消しゴムは使わない。もし今これを見てくれてる小学生の子で自分の間違いをやっぱり消しちゃいたいと思う子がいたら、でもね、間違いって宝なんだよね。で、もし罰をつけるのが嫌だったら、これ前もね別のところで話したんだけど、罰が嫌だったら罰の代わりにね、お星様つけといたらいいよ。ハートでもいいよ。で、あ、ここができるようになったら私もっと点数上がるんだっていう、すごいそれはね、お得ポイントなので、消しゴムで消しちゃうと、せっかくみんなが賢くなる機会がなくなっちゃう。わかんなくなっちゃうから、消しゴム使わずに間違えたとこは、罰じゃなくてハートでもいいから。必ず残しとこう。それがみんなの点数が上がるコツ。賢くなるコツです。本当にそうだよ。で、計算問題の取り組み方ですね。まあ、基礎トレとか基礎力テストとか、計算と一行とかマスターとか、塾によっていろいろありますけれども、書き込まないでくださいね。
外で書き込んでやってる子めちゃくちゃ多いんですけど、あんな狭いところで解けるわけがない。必ずノートを用意してください。四ツ谷のもね、直接書き込んでる子いますよね。四ツ谷のあの計算の紙がツルツルして、シャーペンで書いても消しゴムで消してもね、消えないんですよね。ね、紙がぐちゃぐちゃになって BT 破れたりするんですけれども、計算はノートにやってください。ただし、計算力コンテストとか計算代用とかね、なんかこの、プリントでザーッとここに書き込めという体で作られているものはそこに書き込んで大丈夫です。で、このね、基礎トレとか、計算と一行とか、あとマスターとかでも、ノートはね、塾で配られるノートありますけど、塾のね、基礎トレのノート、基礎トレってサピックスなんですけどね、普通のノートを何分割してんだ、あれ。6分割してんのかな ?3 分割、忘れましたけど、めちゃくちゃスペース狭いんですよ。で4年生のうちはなんとか解けるものもあるけど、6年になったらもう解けないんですよ。だからもう大学ノート。この中でもね、ああ、これ基礎トレだってわかるページいろいろあると思うんですけど、絶対ノート用意してください。あんな狭いところで解いてたら、正解するものも罰になります。過去問もですけどね。直接書き込まない。もうツルツルした紙には絶対書いちゃダメですよ。消えないから。で、完璧を求めない。日によって筆跡は変わります。さっきね、ざーっと見せた子たちも、同じこのノートが何冊かあったりするんですけども、日によって筆跡が変わるからコンディションがわかるんですよ。今週荒れてるなーとか、みんなもやっててそうだよね。なんか綺麗に書く気なんないわ、今週。よく考えたら、なんかもう体育の練習疲れたとか、先生がうざかったとか、友達にこんなに言われたとか、いろいろあると思うんだけど、睡眠不足が続いたとかね。お腹が痛い日がちょっと多かったとか、筆跡が変わるからこそコンディションがわかるんですよ。だから、毎回毎回、とっても綺麗な字を求めると、勉強そのものが絶対嫌になっちゃう。みんなそうだよね。だからといって雑に書いていいって話じゃないんだけれども、毎回自分にできる精一杯のことはやるけれど、それでも筆跡ってノートパラパラって見ると結構バラバラなんです。それが人間。全部一緒だったらそれ AI で気持ち悪いですわ。なので、コンディションがわかるからこそ、コンディションが、ちょっと今週ダメだなっていう時に、今日はちょっと気を引き締めてやろうかなとか、テストもそうだよね。毎回みんなやっぱり点取ろうと思っていくと思うけど、でもやっぱ点ってこうデコボコあるじゃない。そんなもん。入試もそうです。一番いい状態で入試に臨みたいけれども、1月とかね、12月でやっぱ調子が狂う時もある。で、調子が狂ったりとかテンション下がってる時に、それを自分で分かることが大事。そこで分かるから、ちょっといつもより長めに寝ようかなとか、ちょっと算数の計算の見直しはいつもより念入りにしようかなって、6年生の過去問になると、そういうことができるようになってきます。だから、筆跡が変わっていいから。だから、綺麗な時は、おー、こんな風に書けてる時もあったんだなーでいいし、筆跡が荒れてる時は、見てごらん。筆跡が汚いときは罰が多いから。だからテストで綺麗に書かなきゃダメっていうこともわかると思います。これね、これ同じ子なんですね。で、不合格になる子のノートって出したけど、まあ、この子合格したんですけど、まあ、不合格になる一直線になったから書き、こういうノートにね、書き直してもらったんですけど、これ4年の時のこれ基礎トレですね。ちなみにサピックスでアルファでした。一番上のクラスですね。4年生女子のサピのアルファでも最初こんなんですよ。書き方知らないと。最終的に、まあ、これはもう5年生の時のノートなんですけれども、書き方が分かれば、だんだん変わってきます。4年生でいきなりこういうノートを教えてできる子もいれば、6年でもこのままの子もいます。だから、お子さんによってすごく状況は変わるので、何度も言いますけど、完璧を求めすぎないこと。まずできることからやっていきましょう。次、テストの書き方について、もう40分過ぎちゃいましたね。45分ですね。テストはですね、これ私セミナーでよく見せるものなんですけれども、これ、もうどう見ても点取れてないよね、この子っていう感じ。どうですか？これ自分のテストの問題用紙みたいだって思う人、挙手してください。多い。親御さんがポチってる方が多いかな。多いですね。ありがとうございます。どっちの方が点取れそうです？絶対こっちですよね。まあこれはね、ちょっと別の語なんですけれども、この子とこの子ね。じゃあこれ、これ自分だーって思う人手を挙げてください。大体ね、計算はね、大体計算ね。
自分だっていう人多いですね。ありがとうございます。この子は男の子なんですけど、6年の時だったかな。もう偏差値メタメタでしたね、この時。で、これを見た時に、ああ、荒れてるなと思って書き方を教えてあげてたんですよね。9月だったかな。荒れてるなこれは。でも全般に点悪かったんですけど、で、次のテストでちょっといろいろね、リフレッシュとかリセットとかして、次の、これ同じ子ですよ。同じ子。1ヶ月後。まあ、それは点数も偏差値もガクーンって上がり、ボーンって上がりますよ。同じ子です、これ。だから書こうと思えばできるし、雑だとやっぱ点が低い。ぜひこのセミナー終わったら、過去のね、模試とか見てみたらいい。字が汚いときは大抵悪いから、結果が。字が綺麗なときは大抵結果がいいです。ですね。うん。でね、ちょっと駆け足になっちゃうけど、最後ね、親子関係とかいろいろはなんですけれども、まずね、ノート術のスタンス。さっきからずっと言い続けてますけど、やっぱね、綺麗になるまでの期間、それぞれ。すぐに変わる子もいれば、いつまで経っても変わらない子もいる。で、よく中学受験ってね、中学受験が一言なんですとか、そういう悩みをものすごく親御さんからたくさんもらうんです。今ね、これ見てるみんなはどうかな？受験はしたいけど勉強したくないってやつ、あるよね。受験はしたいし、学校へ行きたいけど、こんなに勉強するのは嫌だっていっぱいみんな手を挙げてくれた。ありがとうございます。で、中学受験が本当に自分のための受験だってスイッチが入るときって、結構入試ギリギリだったりするんですね。だから、やる気とか、中学受験は自分のためなんだっていう気持ちが、いまいちまだね、わかんないのが普通だと思う、小学生だから。自分のためって言われてるけど、でもなんか、自分のためとはわかってるけど、ここまでしなきゃいけないのみたいなね、悩みがあると思うけれど、その、我がことになるかどうかっていうのはもう置いといて、そんなものは直前期でよろしいですから。ノートに関しては、本人が必要性を感じてなくても必要です。なぜなら、これは、スキルだから。例えばみんな、ククク。小学校でもやると思うけど、ククどっちでもいいけど、俺クク必要ねえよって言って、ク覚えなかったら、算数で計算解けないよね。ね。それと一緒。必要じゃなくっても、本人が自分はいらないと思っても、それを知らないと点にならない。ノート術は、君たちが書きたくないとか嫌だって思っても必要なんです。だってみんな中学受験するっていうことは大学行くんでしょ？大学受験のね、勉強なんてもう核だらけだよ。本当に。で、今ね、タブレット入試とかパソコン入試あるとか言うかもしんないけど、オンライン入試とか。違うよ。紙に自分で解いて、解いた答えを入力するんだよ。まして算数なんて選択肢ないからね。自分で数字を全部入れていかなきゃいけないから、絶対書かないとダメなんです。だから、よくね、本人が必要性感じてないんですっていう事前質問もたくさんいただいたんですけども、必要性感じてなくても、一個だけでもいいから、これだけはやろうか。一番簡単なのは左端から書くってことなんですけど、算数だとね。で、一個ずつできることをね、増やしてって、もう呼吸するようにできるようになってほしいです。一回できるようになったら、どんなに字の雑な子でも、いつやってもちゃんとそのノートが書けるようになってます。これね。これよく私が言う。コンペイト。これインスタに載せたやつなんですよね。これコンペイト。これ基礎トレですよ、基礎トレ。5年生の基礎トレですね。はい。このノートだわーっていう人を挙手してください。多いんですよ。で、これは、多い。ありがとう、ありがとう。正直でありがとう。これはね、この子が悪いわけじゃなくて、やっぱ書き方を知らなかった。書いてるじゃんって言うんですよ。確かに何かは書いてる。書いてるんだけど、式や計算を書いてるわけじゃない。そもそもどこに答えがあるかさっぱりわからん。本人はわかってんですけどね。で、この子に1時間の授業で、この5箇条、ノートに書いて、左から書こうねと。で、分数は2行使おうねとか。まあ、ちょっとそこまではこの時言わなかったかな。ちょっとハードル高いから。分数1行で。とりあえず左から書こうねと、番号を書こうねと、1行ずつ開けようねと、筆算右にしようねだけ伝えたら、すぐにこうなりました。おーって思ったんですけど、で、この子はその次の週から基礎トレは全部こういうふうにできるようになりました。ただですね、平常授業とか宿題ノートは相変わらずこれです。
で、基礎トレができるんだから、基礎日々の計算ですね。計算できるんだから、普段の授業も書けるでしょって言っても、本人の中でなんか別みたいなんですよね。これは、こうやって書くけど、普段のね、デイリーサポートとかには、ぐちゃぐちゃぐちゃって書いて、私が授業ノートで、はい、ここに解いてって言うと、やっぱりこういう書き方するんですよ。で、普段の授業もこういう風に書けるようになるのに、7ヶ月かかりました。私が毎週指導に入って。だから、時間かかる子はかかります。で、その7ヶ月は何かというと、この子にとっては、だって基礎トレちゃんと書いてやってるじゃんって感じなんですよね。ちゃんと言われた通りに、こんだけやってるじゃん、みたいな。これ褒めると喜ぶんですよね、本人もね。で、見直してごらんって言うと、ちゃんと見直しするんですけど、やっぱりね、やってる感があると、どうしてもね、その他まではね、気力が持たないみたいですね。でも、4年生、5年生、あと6年の一部もそうかな。精神年齢というか、やっぱり書かないと解けないなとか、やっぱり先生がずっと書けって言ってるけど、やっぱり書く必要ってあるなっていうふうに分かってくると書けるようになってくる。そうじゃない時に無理やり強制しても、やっぱりこじれるだけですね。だから私も、授業とか宿題ノート、基礎トレ以外ですね、書かないことはもうあんまりとやかく言わないようになりました。で、まあ半年以上経って本人がやって、と書くようになってきた。書き方を分かってるわけだから、その気になったら書くんですよ。で、まあ私ね、家庭教師ですから指導者としての本音なんですけど、まあこのまま振ってくされるわけですよ。この子がね、授業中に、しぎちゃんと書きなさいって言うと、むっすーってして無言になって背中を向けてプイッてしちゃうわけですよ。また始まったと思って。はい。教え子が振ってくされた場合、私はどのような態度を取るでしょう。はい、1番、切れて帰る。はい、2番、根気よく言い続ける。3番、何も言わなくなる。みんなどれがいいかな。みんな言ってあげてもらおう。もうね、みんなね、親とか先生から綺麗にかけと言われても嫌になっちゃったと。その時にパパやママがもう切れて勉強見なくなるのがいいか、それでも言い続けられるのがいいか、もうお父さんお母さんが黙ってしまうか、どれがいいかな。はい、もう見放してほしいっていう人手あげてください。一定数いますね。ありがとうございます。一定数いるね。はい。はい、じゃあね、根気よく言い続けてほしい人。あ、そう、言い続けてほしいんだ。へえ、切れて帰るよりも倍以上いますね。それでもやっぱ言い続けてほしいんだ。はい、もう何も言うなと、もう黙ってくれという人。あ、これ一番多いですね。もう黙ってほしい。はい、ありがとうございます。あ、一番多いですね。うん、だいたいこう、切れて帰るの2番が2倍で3番が3倍ぐらいですね。ありがとうございます。字が汚くて私は切れて帰ることはありません。私が切れて帰るときはもっと別の理由のときです。で、根気よく言い続けるということもやりました。やっても本人が書こうとしない限り、もうね、言ってるとね、進まないんだよね、勉強が。だから、もう最近私何も言わなくなります。なんでかっていうと、このね、勉強教えてるとね、やることいっぱいあるわけよ。まず、算数の解き方を教えたり、理解させなきゃダメでしょ？で、私が説明しても自分でみんなが解けなきゃダメだから、ちょ、自分で解いてごらんって言って演習もさせるでしょ？それから、塾の宿題の範囲がこんだけあるし、テストの範囲があるから、そう終わらせなきゃダメでしょ？で、やる気がない子を、大丈夫だって、次はいけるって言って、やっぱりこうさ、前向きにさせなきゃダメでしょ？で、他にも、やっぱり勉強の仕方、いや、算数、そういう考え方だとちょっとやっぱ点取れないわ、とか、もっとちゃんと式書こうよ、とか。で、この学力を上げる、実力をつける、ピンクで書いたとこ。これが、まあ、これノート術だからあれですけど、私の算数の授業は、本人が解いたもの、必ず口で説明してもらうんですね。なんでそうやって解いたの？で、そこで、しどろもどろになると、そこを二人でもっともっとずーっと突っ込んで、解き方を洗練させていくんですけども、このね、ピンクのとこが、結局ノート術なんですよね。ノート術の半分以上。でも、ここにこだわってると、上4個が終わらないから、あの、消しゴムとかって言っても、もうなんか、ふてくされちゃうと、消しゴムって言って、消しゴムをわざと下に落として、拾いに行かなかったりするんだよね。みんなもそんなあるでしょ。もうこうなると、授業どころじゃなくなるから、もうね、何も言わなくなる。あの、いいよ、もう君の方法でいいから、好きに解いて、もう解いてみ、解いてみって。で、出て解いたら、それ、教えてよって言ったら、見りゃわかんじゃん。答え合ってるかどうか見てよとか言われたりもするわけ。あのね、
本音言います。めっちゃ腹立ちますよ。めっちゃ腹立つけれども、でもそれでもやっぱやることもあるし、そこでいち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 いがみ合っても仕方がないから、まあ一生懸命気持ちを乗せながらね、やることは終わらせるんですけれども、まあその子がね、7ヶ月かかったんですね。だから、やっぱり1年かかるかもしれないし、1年半かかる子もいるかもしれないし、1週間で変わる子もいる。その今言った子は基礎トレ1日で変わりましたからね。だから、その変わるタイミングはそれぞれ。なのでね、親御さんね、じゃあうちにはどれがいいのかしらなんですけど、意外にね、根気よく言い続ける教師が多かったんで、お子さんに聞いてください。どれがいいって。ただ、みんなに言っておくと、やっぱりきちっと書けるようになった方が点数は上がるし、みんなの志望校の合格に近づくのは絶対です。だから、パパやママがしつこくしつこく言うのよ。私もやっぱしつこく言います。みんなに合格してほしいから。さあ、でね、もう一時はですね、本に書けないここだけの話なんですけれども。さあ、ですね、実は最初ここに載せていて、なくしたページがあるんです。他の本の時もそうなんですけど、板書をきちんと写しましょうってやつですね。で、なんでそれなくしたかっていうと、板書をまともに書けない先生がやっぱり一定数いるっていうことなんですよ。で、一番真っ当でいいのが、ちゃんと授業の導入、それから基本を説明してくれて、そこの板書をきちんとしてくれる先生。で、はい、みんなノート写してよっていう先生。私は、まあ、関西も関東もいくつか大手塾ね、教えてきたから、で、大手塾の研修でね、やっぱ言われます。まず、板書を書いてるときは、先生が説明してるときは、手はお膝じゃないけど、まず先生の説明を聞けと。で、その後、板書を写す時間を与えろと。そういう研修を講師として受けてきてます。で、私は授業はずっとそうやってやってきてるんだけど、そういう研修を大手塾がやっても、その通りにしない先生がかなり多いんですね。だから、先生が新しい単元の導入とか基本をきちっと板書を書いて説明してくれてるんだったら、それは絶対板書を書くべきです。で、これがね、また面白い話で、私がこう、いろんな教室で、その時はね、ハイ、ミドル、ローと3つのクラス帯を、もう1日積みでバーッと授業したんですけれども、同じ問題、テキストナンバーですよね。5年生だったかな。推理オートグラフかなんかだったんですけれども、で、同じ問題を全部解説していくでしょ。で、大事なところ、ポイントを黒板に書いて、赤でデカデカと囲って、はい、これ大事だからねって言うと、一番上のクラスの子たちはバーッと書くんですよ。で、真ん中のクラス帯で、次同じ授業をやるでしょ。はい、これ大事だからねって言っても、みんなふーんって見てるから、みんなこれ大事だから書いてよって言うと、あーって言われて書き始める。で、下のクラス帯の子、はい、書いてよって言っても書かない。だから先生が大事と言ったとこは絶対書かなきゃダメなんです。そこでやっぱりここの単元をものにしようという、みんなその場では分かんなくていいから、とりあえず写してきて。なんだけれども、まだそれはいい先生で、問題をひたすら解いておしまいの先生っているんですよね。これ一番多いです。で、写してくると、なんか式と答えだけで、本当黒板を写経してきただけみたいな。社会の先生も結構多いですけどね。うん、で、ただ、その中で、時々、ここ大事だからなって囲ったりとか、ちょっとこう、ポイントをね、回答の下に何線で、ちょっと注釈書いてくれたりする先生も、まあ、これが一番多いですね。で、最悪なのが、式と答え書いて、サクサクと進めていく先生。でですね、これ非常に悩ましいんですけど、一番のタイプは、さっきも言ったように、宿題を解く前に要点まとめたりとかね、してほしいし、板書は絶対写してほしい。2番も、やっぱり板書は写してほしい。で、でも、先生ポイントあんま書かないし、うわ、うちの先生外れだわ、式と答えしか書かないわってね、今、うちひしがれてる方も多いかもしれないんですが、実はですね、テキストに全部載ってるんですよ。知ってました？ちゃんとテキスト目通したことありますか？あんまりね、先生、塾の先生ってテキストの要点とか基本の導入のところは開かずに、はい、テキスト閉じろーで、はい、こっち見てーで授業始めるんですよね。テキストがあると子供チラチラやっちゃうから。で、もし2番とか3番の先生でもテキストに全部要点とか載ってるんですよ、算数も、国語も、理科も、社会も。それを、そうですね、実感値として中学受験生の8割の子は読んでないですね。親御さんもそこ読まれてますかね？
ものすごい丁寧に書かれてますよ。ただし、まあ、その塾の先生の教え方と、そのテキストに載ってる要点の教え方が違うこともある。違うこともあるから、なおかつ、やっぱり先生の板書を写してきて、どっちの方がわかりやすいか。で、これがね、じゃあプリント教材で、そうですね、サピックスとかだと、いや、デイリーサポートそんなん載ってないわと。いや、デイリーサピックスにはすごい丁寧に載ってますからね、解説とか。なので、皆さん、まずテキスト見ましょう。塾の先生が外れであっても。で、もし塾の先生が解説の式と答えだけだったら、そこはまずね、電話、子供のみんなが言っても、先生の授業に文句言うなんて終わっちゃうから、先生、ちょっとうちの子、概念導入とか、基本の要点とか、板書でちょっと写したいのでって、先生の説明が分かりやすいので、ぜひ、最初5分でいいですから、それを授業に入れてみていただけませんかということを、電話でお願いする。私もね、お願いしました。息子塾行ってるんでね。そうすると、やっぱ先生は、まあまあ、でもちょっと時間もねとか言うんで、いや、時間がないことは重々承知なので、毎回とは言いませんけれど、まあ、新しい新規の単元に入った時に、やっぱりいきなりちょっと問題解くだとちょっとついていけないのでというふうに、やっぱり丁重にお願いしました。ですから、まあ本当は板書ありきなんですけれども、でそして板書を写す時間を先生が与えるべきなんですけれども、そうじゃない時は、ちょっと一本電話。で、板書をする時間がないときは、板書を取る時間をくださいというふうにお願いしてください。で、塾によっては、板書じゃなくって、その場で全部頭に入れろっていうスタンスの塾があるんですよ。そんなのは不可能なので、まずね、お願いしてみてください。とある教え子のうちは、お父様がそうやってわーっと言ったら、先生がもうその要点まとめたプリントと板書をくれるようになりました。で、もう、時間ないから、もう先生が全部要点と、その日やるやつ、プリント作っといたから、最後にそれ配るから、とにかく先生の話を聞いて問題を解いてくれって言って、誠意のある先生だったら、なんか手を打ってくれるので、まあ、それでもダメだったら、まあ今、いろいろね、無料の動画もいっぱいありますから、そっちの方見てください。で、もう1時間経っちゃったんですけど、事前質問、じゃないですね。で、どういう時にノート見直すか、さっきね、一番最初の話したんですけど、ここですね。こういったこと、もし概念導入とか基本の板書とかがあったら、自分でノートに一回まとめ直すと強いし、それがめんどかったらテキストに書き込むのでもいい。ぜひね、ハードル高いですけど、もしできるんならやることをお勧めします。で、事前質問でいただいたら、はい、こう時間がかかりすぎってやつですね。丁寧にノートを書こうとすると、めちゃくちゃ時間をかけてます、うちのこと。まあね、僕もそうだ、私もそうだって褒めると思うんですけども、時間がかかりすぎる子って、いろいろ理由があるんですね。いろいろ理由があって、まず、勉強めんどくさいから丁寧に書いてる。なんか、だって丁寧に書けって言ったじゃん、みたいな感じ。で、丁寧に書いていたら、それでなんか時間がかかるし、なんかその間何も言われないから、なんかちょっと楽なんですよね。でも、丁寧に書くのは、あくまで、解くためにあるのね。で、やり方としては、まず一つは、親御さんとその問題を競争するとか、まあ、いつもいつも張り付くわけにはいかないですけど、その子供によって適切なスピードっていうのがあります。ですから、すごい綺麗なノートでもすごく早く書ける子もいれば、たどたどしくって時間がかかる子もいるけれど、もうそれも含めてのその子の、勉強の仕方なんですよね。でも、あんまりに時間がかかるとき、特に図ですよね。図を書いてごらんっていうと、図を書くのに何回も消しゴム使って、ではもうなんか3分ぐらいかけてね、もうなんか10回ぐらい書き直してる子とかいるんですけど、そういう時は私はいつも、はい、書き直しなしね。消しゴム取り上げるよ。って言って、一発で書いてって言います。で、一発で書いて、それで図が変だったとしても、じゃあ、これは消さずに、もう一回書き直してごらんと。で、今、どうして違うとこ結んじゃったの？図形の形をきちっと捉えて書こうとすれば、そんなに変な図にはならないはずで、ここにね、図の書き方書いてますけど、それは図形の特徴を捉えていないからなんですよ。ということは、その問題解けないんですよ。で、消しゴムが疲れてしまうと何回も書き直しちゃうから、図形で失敗する場合は、消しゴムじゃなくて何回も新たに書き直させてください。そしてそれも、式であれ、図であれ、時間を計る。それでも時間がかかる場合は。はい、じゃあこの図写すのに30秒で写して。とか、はい、じゃあこの問題丁寧に計算書いてほしいけど、でもこれ10問で10分までね、はい、用意、ドンっていうように、時間で区切る。で、焦ると字は乱れてくるし、この5つのポイント忘れてきます。忘れてもいいですよ。忘れても1個2個できてれば。そこでスピードがついてきたら、次に、じゃあ今度は、
文字のサイズを揃えることを意識しようねって、十分にできるようになってから一個ずつ階段上がっていったらいいので、まずは、みんなが勉強が嫌だからといって無駄に時間をかけて時間稼ぎしないこと。それから、まあ、時間を測るとか、自分の中でこのぐらいのスピードだったらいけるなっていうスピードを自分で見つけること。自分では無理だったら親御さんと一緒に見つけること。スピードは人それぞれです。で、低学年にどこまで求めるかなんですけれども、低学年はですね、まずね、書くことからなんですよ。だからもう字が大きくてもいいから、まず書くということ。で、低学年の算数って式書かなくて解ける問題多いんですよね。飴8個になんか7個加わりました。何個ですかってもう瞬間的に15って分かっちゃうけど、それを8たす7が15と書くという、そのめんどくさい作業をやるということですね。で、あとその、書くことが苦じゃないということを習慣づけてほしいんですよね。だからお絵描きしたりとか、いろいろ自分でなんかやたらいつも鉛筆持って紙に書いてる子って書くことが苦じゃないんですよね。今の子って結構パソコンとかゲームが多いから、あんまり鉛筆使わなくって、中にはずっと漢字書いてると筋肉痛になる子がいるんですよ。でも、まず書くということが、もう息を吸うようにできてほしい。で、書けるようになったら、まあ、低学年ですと、左から書く。と、あと字のサイズを揃えることですかね。で、ここで方眼ノートと大学ノートの切り替え載せてますけども、結構方眼ノートで字のサイズ揃えるって難しいんですよね。字が間延びしちゃうから。だから、もう4年生から大学ノート切り替えちゃってもいいですし、バランス取れる子は方眼ノートでも綺麗にバランス取って書いていくんですけど、だいぶそれハードル高いので、字のサイズを揃えるためにどういうノートがいいかっていうのは、まあ、お子さんといろいろ相談しながらやられるのがいいと思います。低学年はまず書ければ OK。書いて1個ずつハードルを、ハードルというかできることを貸してってあげてください。でですね、Q&A なんですけども、親から見てダメと思うものはいいのですかってどういうことですかね。親から見てまあダメだろうと思うものですね。お子さんの筆跡っていうのは親御さんがよくわかってると思うんですね。で、子供もめちゃくちゃ丁寧に書こうと思ったらすっごい丁寧に書けたりするんですよ。でもその時って多分さっきのこの事前質問と一緒でめちゃくちゃ時間かけてるんですね。だから、字が雑丁寧というのもそうですね。最初に、親御さんがジャッジするのも日によってその基準が変わると子供によってブレちゃうので、OK な例が1日できたら、それをコピーして貼っておかれるといいと思うんですよね。で、それを見て、例えばそれよりも字が荒れてたら、ちょっとさすがにこれ見にくいからもうちょっと丁寧に書こうかって基準を親子で共有しておくと喧嘩にならないと思います。で、塾はね、国語のノートをね、作らない塾も多いですよね。で、国語のノートを取ってないってどういうことですかね。まあ、塾の先生が国語は板書とノートが必要ないということなんですかね。国語のノートは取ってないのですが、でもノートをどう取るのがいいでしょうかということは、ノートが取れる環境ということは、まあノートを取った方がいいですよね。で、周囲でノートを取っていない子がいてもノートを作った方がいいですよね。で、それがもしプリント教材でそこに直接書き込んでいたとしても、プリント教材ってね、さっきお伝えしたように、やったらポイなんですよね。で、溜まっていかないので、まあここに、ここのノートの作り方も書いてますけど、まあ、あとね、国語って直接テキストに書き込んだ方が早い時もありますもんね。ちょっと状況がわからないので、塾の先生に聞かれるのが一番いいと思います。まあ、私ちょっと国語の先生じゃないので、あんまり下手なことも言えないですし、塾の先生に聞かれるときは、うちの子、家に帰って、何を見て、手がかりが、まあ、先生の板書なんかをね、写してくるんだけど、テキストに書き込んじゃってよくわからないみたいなんですが、やっぱノート取る方がいいでしょうかとか、もし先生が、いやもうテキストに書き込んだ要点を見ながら勉強してくださいって言うんだったら、まあ、そのやり方になるんでしょうね。後で最後に井上さんの方から告知ありますけど、
コロナが次第ではありますが、できれば秋に全科目の先生揃ってやりたいと思ってるんですね。もう一回ノートのセミナーを。その時にちょっと国語の方でいろいろ話してもらおうかなと思います。で、ちょっとね、質問がいっぱい来すぎててあれなんですけど、だから法眼ノートか大学ノートかっていうのはもう本に書いてますので、ぜひそこ読んでください。テスト直しノートもか、本に書いてあることを質問されてる方が多いので、それは例えば割愛しますね。蛍光ペンは色ペン使いたがります。別に使ってもいいですよ、別に。ただ、赤だけで3種類とかやめてねって話なんですけども、蛍光ペン、あんま色が多いとごちゃごちゃになるから、本来黒板って白、赤、黄、青、緑で、青と緑って図形の問題を解くときぐらいしか使わないんですね。基本的に3色あったらなんとかなるんです。で、私も授業の中で子供と指導してるときは、シャープペンシル、赤ペン、青ペン、蛍光の黄色。それからまあ黒も使いますけどね。強調したいときとか。まあでもそんだけ鉛筆以外でペンは3、4種類やったら十分のはずですね。で、あともね、いただいてる質問が結構もうどれも本に書いてあることなので、はい。で、あとノート術と関係ないことも多いですね。はい。で、あと今セミナーでお話ししたことも多いですね。汚い字の時全部やり直しさせるとバトルになる。これはバトルになりますね。これ多いですね。汚い字を。クモンなんかでも多いんですよね。汚い字を先生が全部消してやり直させる。そうすると、もう算数そのもの、そして勉強そのものが嫌いになっちゃうんですよね。これはあんまりよろしくないので、汚い字の時は、例えば、10問あったら、10問。まあ、計算が全部汚かったら多分ほとんど罰だと思うんですけれども、絞ることですね。この2問だけ綺麗に書いてやってごらんとか。で、その単元の勉強をずーっとやるという時になった時に全部汚い雑な字でやってると。で、答え合わせしたら罰絶対ありますよね。じゃあ罰になった、罰になった問題だけもっと綺麗な字でやってごらんとか、全部やり直させると絶対バトルになるので、もっと数絞ってあげてください。色ペンの質問多いですね。色ペン。でも、昔ね、私教えた女の子で、まあ本当色ペンめっちゃいっぱいあと、キーホルダーいっぱいついてるペンとかの子に、やっぱそうですね、やっぱ赤、青、もう一色、選ばせましたよね、その時は。蛍光は、で、蛍光も黄色とピンク使いたいとか言うけど、その、色を何に使うのか、単にね、色を変えたいだけなんですよね、子供って。じゃなくって、大事なポイントは何色、自分で気づいたポイントは何色っていうように、用途を自分で、じゃあどういう時にこの色を使うっていうことを決めさせると子供はそんなに用途思いつきませんから、みんなそうだよ、色をいろいろ使うとノートぐちゃぐちゃになっちゃうから、まあ、キラキラノートになっちゃうから、私はいつも答え合わせは赤と青でしょう。それから大切なことは赤字で書くし、赤で書く分量が多くなっちゃったら目立たせるために青で追加で書くこともあるけども、そんなで十分かなって思いますね。ですね、全部、はい、お話ししたことが質問に来てますので、Q&A はこちらで終わりにしたいと思います。